元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。主にボランチを務める。1999年に母国のデフェンソールスポルティングでデビュー。プロ2年目の2000年にはレギュラーをつかみ、2004年に CA、ペニャローリに移籍する。ここでも安定した活躍が評価され、夏には AS。 モナコを率いるリリエデシャン監督に引き抜かれて、欧州挑戦を始める。リーグ1挑戦当初は途中出場が多く、激しいプレースタイルゆえの警告の多さもあって、なかなかレギュラーをつかめずにいた。2006から07シーズンからは、それまでボランチのレギュラーを務めていたアキスジコスの遺跡や同僚の怪我などもあり、徐々に先発出場の機会も増えている。2010年夏に、 イタリアのボローニャ FC に移籍。2013年8月、新たに契約を2年間延長した。2014から15シーズン終了をもって、現役を引退し、クラブのプリマベーラにおいて、アシスタントコーチを務める。ウルグアイ代表では4度のコパアメリカと南アフリカ、W 杯に出場。2011年7月17日のコパアメリカ2011。 準々決勝のアルゼンチン戦では代表通算68試合目の出場にして初得点となる先制ゴールを挙げた。ペリッツ・アル・ボロネー・ボロネー・フック、イット2013年8月17日、ボローニャ、ディエゴ・ペリッツ・ネロ・スタッフ・デラ・プリマベーラ、フットボール・スカウティング、2018年8月27日、閲覧、ありがとうございます。